MC-200 サイッタ MC-200 サイッタ MC-200 は第二次世界大戦の直前から大戦中にかけてイタリアで生産された短座の戦闘機である。愛称はサイッタ編隊を組む MC-200 サイッタ1936年のイタリア空軍増強計画の仕様に基づいて末期者が開発した戦闘機が MC-200 である。設計には シュナイダー杯で他国の設計者と高速水蒸気の設計を競ったマリオカストルディ技師が当たった。このシュナイダー杯には、後にスピットファイアを設計する RJ ・ミッチェルをはじめ、各国の精鋭技師たちがその腕を競っていた。この戦闘機の開発にあたって、まず840馬力のフィアット車製の A74。 AC38 空冷エンジンで時速 500km を出さねばならなかったことが苦難の始まりであった。また、保守的なパイロットたちは極端なまでの視界性能を要求した。これには全面投影面積が増し、空力的にマイナスとなることは分かっていても、機体の性を猫背のように高くし、操縦席の視点を上げることで応えた。 1937年12月に初飛行し、フィアット G50 CER-42 など、他のプログラム R 応募作品中、最優秀機と判定されたため、直ちに生産に入り1939年、三個大隊に配備された。しかし、そのうちの一個大隊は、複用戦闘機の方を好んだため、CER-42 に改変させられてしまい、また、 他の大体でも、原因不明の墜落事故が発生したため、一時、飛行停止の処置が取られた。後に、事故の原因は、工事域同時の失速と判明し、対策として、主翼の回収が行われたが、これにより、同期の実戦参加は、第二次世界大戦開始から1年近くが経過した1940年9月まで、遅れることとなった。 実戦投入後の評判は良好で、当初は、単洋戦闘機を拒絶した保守的なパイロットにも受け入れられ、イタリア空軍の主力戦闘機の一つとして、北アフリカ、地中海、ロシア戦線などで活躍し、卓越した運動性能で、ホーカーハリケーンマーク、アイア、カーチスピーマイナス40トマホークなどと互角に渡り合った。ロシア戦線では、赤軍が、 I-16 や I-153 を使用しているうちは圧倒的な優位に立って戦うことができた。生産当初は水滴型の密閉式風防を装備していたが、パイロットからの良好な視界を得たい、風を感じないと速度の感覚がつかめないとのさらなる要望に応える形で、後期型は開放式の風防とイタリア機特有のくびれがついたファストバックという、 時代に逆行するような操縦席に改められている。ただし、当時はガラスの製造技術が未熟だった点もあり、不純物や気泡が入ってしまうことがあったこと、当時のケーキは全面的に信用できる性能を持っていなかったために、操縦士が勘や経験に頼らざるを得ない面があったことも確かであり、一概に間違った改造とは言い切れない。北アフリカにスピットファイアなどの新鋭機が、 配備されるようになると、性能的に対抗するのは難しくなった。そして、ドイツ製のダイムラーベンツ DB601、液霊エ,エンジンを搭載した、後継機の MC200 フホルゴーレが登場した1942年以降は、次第に、対戦闘機の任務から外され、戦闘爆撃機として利用されることが多くなった。MC200 は、列強各国の最新戦闘機に比べると、 出現時点ですでに見劣りしていたが、より高出力のエンジンと出会うことで、MC-202、MC-205 ベルトロと進化し、前者はイタリア空軍主力戦闘機として、後者はイタリア空軍最優秀戦闘機としてその名を知られることになったことを考えれば、カストルディ技師の基礎設計の優秀さがわかる。百四十三年九月八日のイタリア降伏時には、残存機は、 ほとんどなかった。23機がイタリア南部に飛び、連合国側のイタリア共同航戦空軍でしばらく練習機として使用された。総生産機数は1153機。三面図。ありがとうございます。